はい、皆さんどうもこんばんは。12月4日金曜日の今11時51分です。今日は、もう風呂入りました。で、さっきのご飯食べてる時の予定では、今日はお酒飲みながら、インターネットサーフィンをしたりする予定だったんですけど、借りてた DVD が12月1日までだったっていうことが、さっき家族との会話で判明して、今日は、インターネットじゃなくて、急遽 DVD をね、ちょっと見て、返却しなきゃいけないっていうことにね、なりました。で、借りてたやつがね、長距離フェリーの星、サンフラワー、薩摩の霧島ってやつで、まあ、なんかこれをぼーっと眺めたら、脳発作とかが鎮静していくんじゃないかなと思って借りてきましたね。こんな感じです。海とかね、やっぱ足が悪いと船も乗れないし、山も登れないし、車も持ってないから風切れないし、自然が見れないから、こうやってね、広大な海とか、風がね、なびいてるような環境とか見るとね、癒されるかなと思いまして、楽しみです。もう一本はね、アランドロンのね、出てる名作の、太陽がいっぱいっていうやつで、プレインソレイルっていうんですかね。これは、私も DVD 買おうと思ったことあったんですけど、プレミア価格になってしまってる唯一の、代表作っていう感じで、すごくもう初めて見たのがこれだったんで、アランドロンのそのイケメンな顔に、一瞬にしてファンになったんですけども、とても DVD が高くて、その当時買えなかったんで、またね、今日、見れるっていうことで、ちょっと楽しみです。その目とかね、あとこれもやっぱ海なんですよね。海で船の上で事件が起きたりとかするんですけど、こういうマリンルックとか、南イタリアの海で青年が企んだ完全犯罪、などっていうね、ことで、楽しみですね。ただ、前の精神科病院に通っているときは、私が、最近ね、本が、読めなくなっちゃったんで、活字を目に入れるとね、発作が出てしまって、脳がね、ロックダウンするんで、映画見てるんですって言ったら、ストーリー追わないようにねって言われて、ショック受けたんですよね。そんなこともできないのかと思って、ものすごいショックだったんですよね。自分では、本読めない代わりに、なんとか糸口を見つけて、映画を見て、教養を深めたりとか、勉強してるんですみたいなことを言ったつもりが、ストーリー追わないようにねって言われて、ちょっと先生に言われた言葉がショックでしょげたんですよね。で、今も先生は変わったし、症状が、まあ、一進一退で良くなってるのか悪くなってるのか、ちょっと何とも言えないんですけど、ストーリー追わないでねって言われちゃうと映画の醍醐味がないので、多少ストーリーを気にしつつもね、視聴しようと思います。さっきのね、太陽がいっぱいこれからね、鑑賞することになったんですけど、まあ、ただ映画をね、1時間半ぐらいとかね、ずーっと見てんのもしんどいんで、もう今日はね、お風呂上がりっていうことで、勢いづいてね、家族に頼んでた、リュウジさん監修のね、新しい発売の、パフェをね、食べようと思います。今ね、ちょうどもう、12月5日の0時6分。で、映画もね、始まったとこなんですけれども、まあ、オシャンティーですね。で、今回はね、チーズパフェっていうことで、5種のチーズ入りで、洋酒が使われてて、ちょっと大人向けになってるらしいです。チェダー、ゴーダ、パルメザン、モッツァレラ、クリームチーズってね、もうめっちゃ美味しそうですよね。でね、イケメンを眺めながら、イケメン料理家の監修のスイーツを食べる。しかも、夜の0時にね、もうシンデレラかっていうか、ね、もう最高ですよ。何が至高って、夜中に食べるスイーツが至高？そしてイケメンを眺めながら、同い年の、イケメン料理家の監修の味を堪能するっていうね。もうそれは贅沢ですよね。
ということでね、とっとと作っていこうと思います。で、ありがたいことにね、このシールがね、綺麗に剥がれるんですよ。なんかよく紙で、なんかこう、容器に残るんですけど、ペリッとね、ビニールで剥がれてくれて、この容器もなんかに使えそうですね。で、あえてね、ここはね、プラスチックではなくね、自宅のね、金属のね、スプーンを使ってね、いただこうと思います。ここがチーズプリンなんだって。ちょっとさ、スプーン大きすぎたからね、ちょっと、とりあえず一口ね、ほっ。いけるかな。はい。じゃあ、いただきます。うん。うん。なんかもっちりしてる。もっちりした、なんて言うんでしょう、これ。ゼリーというか、ムープリンみたいな。うん。うん、なんか酸味とチーズの甘、なんか、甘い。クリームだな、これ。ちょっとよくわかんなくなってきた。うん。この下に、チーズクリームの層が。まあもうね、これはね、甘さがね、なんか甘いって言ってる人とね、甘さが足りないって言ってる人がコメント欄にいたけどね、ちょうどいいと思いますね。さっぱり食べれるから、そんなにくどくないし、かといって、甘さ控えめっていうほどでもない、普通に美味しいですね。むしろ市販品だともっと甘いから、なんか、あんまり2回食べたいと思えないけど、これぐらいだったら、なんかすごいヘルシーな感じだから、また食べようかなっていうふうに思えるよね。で、販売期間が来年の1月3日まであるみたいなんで、今日はね、家族が1個しか持って帰ってこれないっていうことで、私の分しかないんですけど、今度はね、家族も一緒に食べる予定です。また買います。なんか、持って帰ってくるのがちょっと大変そうだったということで、車じゃなかったから、ってことだったんですけど、意外とこうしっかりしてるんで、もうよっぽどなんか衝撃ぶつけたりとかしなければ、多分大丈夫。だけど、多分、やばそうに見えたんだと思います。ということで、まあ、これからね、映画鑑賞して、スイーツもね、堪能したいと思います。リュウジさんのパフェね、美味しかったんですけど、容器が、下がくぼんでて、量がね、少なくって、なんかね、ミニパフェだったんですよね。まあ、当たり前なんですけど、前回より大きく見えたから、ちょっと思ったより、なんか、少なくて、私にはちょっと量が物足んないんで、ヨーグルトに、メープルシロップを、ぶっかけて食います。この前フレッシュヨーグルトにメープルシロップをかけて食べたらティラミスの味がしたんですよね。でヨーグルトは今日が初めてなんですけど、うん、うまこれね。蜂蜜より食べやすいね。メープルの方がさらっとしてるから、こうなんか分離しないからさ、よそってこう食べるときに絡んでて食べやすい。ね、メープルシロップの苦味がこんなにね、美味しいなんて、今まで知らなかった。マツコデラックスがこれが好きだっていうだけあるね。